こんにちは、あつおです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。本日は5月の26日になります。5月ということで、いちじくの定期情報発信ですね。うちのいちじくがどんな感じに成長しているのかっていうのを情報共有していきたいと思います。こちらは今年挿し木2年生苗を植え付けたいちじく畑になります。40品種ほどこちらには植えてあります。地植えのいちじくですね。地植えしたいちじくがどのようにこの多品種栽培、密植栽培で成長していくかを発信していきたいと思います。また見ての通り周りは田んぼだらけなので、このように栽培した時の害獣被害ですね、鳥やその他小動物の被害ですね、どのような被害があるかっていうのもお見せできたらと思います。実がついているものですね、葉っぱの展開についてはもうこの50センチぐらい、もっと長いものでは50センチ以上ですね、葉が展開しています。このまずはこちらの地植えのいちじくの様子を見ていきたいと思います。こちらがバナーネですね。定期更新ではいつも出ているバナーネっていうのも、この立派な夏に取れる実ですね。もうこんなに大きくなってきました。一応今年はここに3つと、この枝に3つと、こっちに2つついてますね。でもその夏花の上からは、今度は秋花の方ですね。秋花の方、こちらですね。秋花もついてきています。バナーネ一般的な品種なので、ちょっと、何ですかね、軽視されている部分があるかもしれないんですけど、やっぱりこの大きな実が取れるところと、この実がなりやすい。で、この葉っぱの特徴もギザギザしててかっこいいですよね。なんでバナーネは結構おすすめな品種ですね。で、バッタリアグリーン。これは剪定動画でおなじみですね。で、剪定動画でも説明させていただいた、このこっちの枝から2本、こっから1本で、去年の枝を残したここですね、ここで切ったところ、カルスがしっかり巻いてきてますね。で、夏花ついたら嬉しいなって言ったところが、しっかり夏花ですね。バッタリアグリーンが夏花取れる品種は分かりませんが、今のところ順調に肥大しています。ここまでが去年の枝で、ここから今伸びてきたこっちの上に今度秋花ですね、ついてます。なんで夏花と秋花が隣同士になっていますね。で、ここら辺はラズベリーラテ、一文字風にちょっと枝を曲げてみてやってます。もうここら辺は検証ですね。こういう感じで、去年この夏花狙いで剪定しなかった枝が長いので、ちょっと誘引してですね、このように曲げて見ています。曲げることでこういう感じに、この主幹ですね、主幹の方から綺麗にこうやって芽が立ち上がり始めるので、収穫量がいっぱい取れるということですね。そんなにこの一品種を大きく育てることができないので、1メートルほど伸ばして、これを毎年枝更新して、ここから立ち上げていったら面白いかなっていうところですね。ラズベリーラテの方は、国内流通品のラズベリーラテの方は、実が夏花でついてたんですけど、もうダメですね。みんなポロポロ落ちて、0個になってしまいました。こちらは、偽ブラックマデイラ。私のチャンネルでもよく登場する、偽ブラックマデイラですね。こちら、鉢植えでも実がついてるんですけど、優秀なんですよね。実の方も、緑果皮で赤い果肉で美味しいんですけど、夏花がすごい順調に成長してきています。で、秋花も美味しかったので、このまま夏花が取れればいい品種ですね。鳥がいます。
ここに鳥がいますね。ジューンベリーを食べています。こんなに近くに人がいても鳥がやってきます。はい、こんな感じですね。でこっちがゴールドフィガー。これも過去に1回夏か取れたことあるんですけど、ここにもちっちゃいゴールドフィガーにちっちゃい実がついてますね。はい、こんな感じで去年の枝で今年の枝、今年の枝にはまだ小さい実は確認できないですね。こういう節からイチジク実ができてくるんで、ここら辺とか実が出てきそうですね。こんな感じでいっぱいイチジク植えてありますので、まあ、全て1品種ずつ紹介していくとおそらく数時間かかりますので、まあ、見ていって特徴があるものだけですね説明していこうと思います。はい、これ実がもうこんなになってますね。はい、こんだけ実がつきやすい品種といえば、イチジク好きの皆さんならきっとわかるかもしれないですね。一般的に出回っているこちらの品種、ホワイトイスキアですね。はい、高酸性の品種なので、もうすでにこんなに実がなってますね。まあ、なんで鉢植えとか小スペースで栽培するにはとてもいい品種だと思います。実がついてるのがあれば、こっちも実がついてますね。 LSU エバービーリングですね。まあ、葉っぱはこんな感じ、まあ、ホワイトイスキアと似てるのかな。まあ、栽培していって、まあ、うちでこの品種付けしているのも全てこの入手した時の名前なので、もしかしたら品種が違う可能性があるので、これ違うんじゃないのっていう品種がありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいですね。 LSU エバービーリングですね。はい、やっぱり地植えの方ですね。ハウスと違って地植えのイチジクたちは、まあ、風だったり日差しが強い影響もあり、まあ、これとか新芽がちょっとやられているところもあるんですけど、やっぱりこの暖かくなってくると成長がいいですね。あとはモザイク病のもう症状はこんだけ成長し始めるとほとんど気にならなくなりますね。はい、こういう感じで全体的に見ると、これとかはちょっとモザイク病らしきものがありますけど、特にその症状が出ているからといって成長が著しく遅くなったりはしていませんね、私の畑を見る限りでは。はい、ここら辺も、これは何だろうね、ここら辺は肌ギザギザブロンズウィックで入手した株ですね。ただちょっとブロンズウィックも品種違い多くありそうなので、何ですかね、まあ実がなってみたらまた紹介します。はい、こんな感じで、はい、これが夏花専用種のキングですね。はい、実が落ちずに元気になっています。まあ、キング鉢植えだとなかなか栽培難しい気がしますね。っていうのもこの去年の伸びた枝に実がつきますので、鉢植えだとだいぶ樹高が高くなってしまいますので、鉢が転倒するってことがすごく増えると思います。なのでしっかり鉢を固定して育てるか、地植えがおすすめな品種だと思います。キングの方はビアーズブラック、ビールズブラックとかいうやつも、まあ、最初実がどんどん膨らんできていい調子だなと思ってたんですけど、なんか肥大は少し止まっている印象ですね。で上からは、はい、このようにポツポツ一節に一個もう実が出てきてますね。はい、こんな感じで、こっちもこれはコナドリアですね。またキングとは違ったこの質感がありますね、実には。まあ、こんな感じで地植えのイチジクたちですね。はい、
じゃあグッと芽かきもある程度落ち着いて、今年どの枝を伸ばすかっていうのも決まってきましたね。これはアーリーシカゴで入手したものですね。こちらにも、はい、夏花っぽいのあるんですが、これはもう多分ダメですね。一応残しておきます。でこっちには秋花が膨らんできましたね。アーリーシカゴです。こちらもちょっとモザイク病らしき症状あるので、葉がいびつですね。ただこっちの上の展開してきている葉は全くその症状が見られないので、情報として聞く通り、成長していくとモザイク病の症状っていうのはかなり緩和されるのではないかと思います。そうですね、はい、こっちが地植えと半地植えで比較しているスマッキになりますね。成長の差は今のところこの根域制限的なことを試しているんですけど、特に成長差はなく、なんならこの鉢に植えてる方がちょっとよく成長している感じはしますね。こっからどうなるか、毎月ですね、ちょっとアップしていこうと思います。この半地植えと地植えをした際の動画については過去動画にありますので、ぜひまだ見ていない方は見てみてください。全く同じ品種ですね。それを隣同士に植えて、この半地植えと地植えで比較栽培しています。今後も定期的に畑の様子とともにお見せしていきますので、こういう比較栽培とかですね、あとは様々なイチジクに興味ある方はぜひチャンネル登録をして日々の動画をお待ちください。こういう感じですね。地植えをしたイチジク、今回根鉢を崩さないで、全て植え付けたんですけど、はい、枯れてる品種はありません。一つもないですね。こんな感じで畑のイチジクは順調に育っていますので、次はハウスの中を見てみましょう。ハウスのイチジクの中はこんな感じですね。ハウスの中はもうこの季節ですね、今この5月でも30度を超える日っていうのが何日かありましたので、このハウス内40度近くなりますね。なんでそろそろ外に出さないと、逆に高温障害で成長が悪かったり痛みを発生させてしまいますので、そろそろですね、6月の梅雨時期に、日差しが弱い時期に徐々に日光に慣らしてですね、外に出していこうと思います。このハウスは遮光率 50% のネットが半分、7割ぐらい乗っていて、残りの3割ぐらいはこの日よけで防いでいます。はい、こんな感じで、ブラックマデイラで入手したものですね。こちらはまだ品種確認できてないので、楽しみに品種している品種ですね。黒カシュがなるのか、現段階でこんなに実ができてるんでどうなんですかね。はい、ブラックマデイラ、いろんな系統がありますけど、ただのブラックマデイラで入手したものなので、どういう実がなるのか楽しみですね。ハウス内やはり暖かいので、この今の時期ぐらいまでは外よりは優勢なんですかね、ちょっと成長は。はい、グリーンイシウリマダですね。はい、ストライプ系の品種で、下についている2つは去年の枝にできた夏花ですね。で、上に出てきているのが秋花で、ピンクっぽく去年熟したんで、ゼブラスイートとかは全然別品種、よくある BNR とかとも別品種な気がするので、実際に熟して食べてみたい品種、期待している品種のトップ10に入る品種ですね。ここら辺もグリーンイシュウリマダ、
まあ枝はストライプが入っているんですけど、ミニストライプがまだこんだけちっちゃいとちょっと識別しづらいですね。はい、ちょっと本当にイチジクを増やしすぎて200品種近いので、もう移動するだけで半日かかりそうですね。今年は9割以上で挿し木は成功していますね。もう無事に鉢上げが成功していますので、所持している品種数が200を超えそうですね。こんな感じで、まあ、ここは成長が悪いものをかき集めたものですね。こんな感じで、もともとこのトレイが、まあ、何十個、2、30個あって、まあ、徐々にこのように鉢上げをしていったんですけど、まあ、成長が悪いものですね。はい、おそらくですね、もう今回成功していないものっていうのがほぼ発根していなくて、これとかも一回抜いてみます。全然ですね、ほら発根していないんですよ。芽は生きているんですけど、もう現時点で発根していない。もう2月ぐらいの時点で刺しても全く根が出る気配がないんですよね。まあ枝としても元気なんですけど、この全く成長しないって何なんですかね。やっぱこの切り分けた枝の特徴なのか何なのか分かりませんが、全然成長しない。このハウス内、このような虫食いがちょっと最近目立ってますね。この鉢上げして虫食いがこっちとかも、なんだろうなと思って、この虫に食われた葉っぱを見ると、本当にちっちゃい1ミリぐらいの幼虫がついてます。いないですね。まあこのハウス内、やっぱ外の環境とは違うので、また違った害虫が湧きますね。あとはナメクジが本当に多いです。まあ目に見えて被害を受けて枯れてしまうっていうのは少ないんですけど、こういう新芽を食べられちゃうんで、そうですね、まあ一応この舌にまける薬ですね、撒いたりしてるんですけど、なかなか数は減らないのが現状ですね。はい、まあ、ハウス内のイチジクは、まあ、こんな感じで挿し木が順調に進んで鉢上げまで行っています。500鉢ぐらいですね。ここら辺メイリーヤーなんですけど、同じ親株から挿し木をしたものでも、こういう、まあ、上部が丸みを帯びた葉っぱだったり、この結構細めの葉っぱだったり、いろんな特徴的な葉っぱが出ているので、やはりこの幼苗の時の葉っぱの展開具合で品種を見極めるっていうのはちょっと難しいかなという印象ですね。はい、一応熱帯果樹のジャボチカバが最盛期を迎えています。はい、今が収穫時でこんなになっていますので、ちょっとイチジクには関係ないですけど、ジャボチカバをお見せします。ジャボチカバ、イチジク好きな人もぜひ、こんな大きいんです。もうなんか巨峰の房みたいですよね。はい、こんなに大きいジャボチカバ。はい、では、まあ、こんな、あとは今年接ぎ木、まあ、去年の秋から、これとか10月22ですね、10月22とか1月31に接ぎ木をしたもの、まあ、去年の秋や今年の冬ですねに接ぎ木をしたものも、早いものだとこうやってもう実がついてます、このハウス内。なんでイチジクは本当挿し木1年目接ぎ木1年目から実が狙えますので、まあ、手軽に育てて手軽に収穫できる果樹なので本当におすすめです。あとはなかなかイチジク美味しいっていう方が少ないのは、完熟果を食べていないということが原因というか、完熟果を食べていない方があまり美味しくないというので、まあ、ぜひご家庭で育てて完熟果を食べていただきたいですね。それとか芽継ぎなんですけど、この一芽だけ刺したものがもうこんなに成長してますね。
すごく成長がいい。他にも BNR とか、どれだ BNR、 これですね。これもこんなに綺麗に、綺麗な、ちょっとやっぱりストライプ確認できる葉っぱが展開しています。 BNR 人気ですね。オークションサイトやフリマサイトで見ても、まあ、やっぱりレインボーの実っていうのがやっぱり魅力的ですね。はい、まあ、ハウス内はこんな感じですね。はい、こっちが軒下ですね。鉢増しできなかった品種たち、まあ、この鉢にパンパンに、何センチぐらいだろうな、8号とかなんかな、8号ポットぐらい、まあ、これにこんだけ大きい苗が植えてあるんで、もう根はパンパン、まあ、本当はもう一個大きい鉢に植えたいんですけど、まだこれで育てている最中、まあ、これでもいけるのかっていうのを検証してもいいかなって、もうここまで来たらなりますね。植え替えずにこのまま行くっていう。はい、これも偽ブラックマデイラで上質な大きい実がついてますね。ただ葉っぱのスレでちょっと黒くなってしまっているのが残念ですね。はい、軒下の成長いいですね。まあ、地植えよりもいいですね、軒下ので。トレイ挿ししたものですね。ちょっと前ですに紹介したトレイ挿ししたもの、枯れてはいないんですけど、あのあとやっぱりこの日差しとかの影響もありかなり傷んでますね。ただもう問題ないぐらいまで落ち着いたのかなって感じですね。まあ、ここからは新しい葉っぱを展開して元気になっていくと思います。あとはこっちの挿し木の3年生苗をこの大鉢に、まあ、土はやや少なめにしたんですけど、この大鉢ゾーンですね。はい、こっちの方もだいぶ成長してますね。こんな感じで、こっちで実がついているのはカロンですね。ヌアールドカロンっていう品種で1個だけナッツがついてますね。まあ、秋花の方はまだ見られないですね。まあ、ここからポツポツできてくると思われます。で、今年はここに蛇口をひねると水揚げのですね、効率化ということで塩ビ管を組んで、インパクトでちっちゃい穴ですね、1ミリほどの穴を開けて水をひねれば一気にこの鉢を水揚げできるっていうシステムというか、それを作ろうと思ってます。まあ、途中ですね。まだ配管だけ組んで、あとはホースと穴を開ければ使える。水量とか見て穴の数とか決めていきたいと思います。で、その水量を見て、あとはこの散水時間ですね。まあ、真夏は毎朝ジャブジャブ上げると思うんで、まあ、30分とかずっと水を出し続ける感じになると思います。ココスヤチも花芽が出てきてますね。最後にカーポート下のイチジクです。もうちょっとやばいですね。やばいというか、もう成長しすぎてこれは良くない状況。このまま梅雨を迎えるとサビ病の温床になりますので、もう少ししたらちょっとスペーシングですね、スペースを空けていくのと、もうこちらに今作ってるんです、こちらに作ってるんですけど、小石灰溶液ですね、こちらを散布してサビ病を今年も防除していこうと思います。去年こちらの小石灰溶液ですね、はい、こちらを希釈して、まあ、スプーン1杯、まあ、最初はちゃんと測ってたんですけど、まあ、意外と雑でもいけるってことで、まあ、あとは農薬ではないのでね、こちらを溶かして、この上澄み液ですね、これ中透明なんで、はい、これ上はちょっと結晶化しちゃってるんですけど、透明な水みたいな感じの無色透明の液をこの葉っぱに葉面散布することで菌の成長を抑えて、サビ病に一定の効果が去年ありましたので、今年も継続していきます。はい、カーポート下のイチジクも、もうこちらも3、40品種あるんですけど、実がついてるのはこちら
ゴールデンリバーサイドで入手したものの夏花ですね。夏花はあとはやっぱり偽ブラックマデイラがこっちのカーポート下にもあるんですけど、はい、そちらがやっぱり横積みがなってるんですよね。偽ブラックマデイラこれから流行るかもしれません。あとはこちらはずっと動画を見ていただいている方はわかるかもしれない、この5分で簡単ハギ継ぎ動画で紹介したものですね。はい、こちらがもうこんなに成長してますね。まだ実の気配はないですね。早い品種、これはスマッキですね。和製の品種だと1センチほどまで果実が成長してきてますね、まあ、ここら辺はまだ1センチまではいかないですけど、もう実が確認できます。これはゴールドフィガーですね、はい、このラベルで入手したゴールドフィガー、はい、あとキングがあるんでキングを最後に見ましょう。ズバ抜けて大きいのがこちらキングですね。夏花専用種のキング、これ今鉢で育ててるんですけど、こんだけ今の時点で大きくなってしまっているんで、やっぱりキングはこの鉢倒れちゃいますね。なんでこの紐を使って、まあ、転倒防止で縛って、あとは上部はもう少ししたら摘心しようかなと思います。こっちの2本ですね、こっちの2本が来年の夏花用。やっぱりキングは10S 一生ですね。ただこの夏にいい実が取れるっていうのが魅力的ですね。このチャンネルではお見せしたようにイチジク、まあ、200品種近い今品種ですね所持しています。こちらの海外のさまざまなイチジクの品種の特徴ですね、あとは美味しい品種など、あとは実際に育ててみて分かったことなどを実際の栽培経験をもとに情報発信をしていきたいと思います。イチジクに興味がある方、まあ、果樹ですね、果樹家庭菜園に興味がある方、ぜひチャンネル登録と高評価で応援していただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。では次の動画か各種 SNS で会いましょう。ありがとうございました。ジャングルですね。